ニコラウス・リッターはドイツの軍人。ナチス・ドイツの時代、アップベアにて空軍情報主任を務めたほか、1936年から1941年にかけてアメリカ合衆国を呼び、イギリスにおける情報活動を指揮した。1899年、ライトにてニコラウス・ヨゼフ・リッターとケーテ・ヘルホフの息子として生を受ける。 1905年から1910年まで、バート・ベーダー・ケーザーの国民学校に通い、1911年から1914年までは、フレンスブルクの修道院ギムナジウムに通った。フェルデン・アンデアーラーの大聖堂ギムナジウムにて、アビトゥアに合格した後、ドイツ帝国陸軍に入隊し、第162不評連隊の一員として第一次、世界大戦に従軍した。彼は、 西部戦線に派遣され、敗戦までに二度負傷した。1918年6月には勝利へ昇進している。敗戦後、ラウバンに移り、1920年から1921年まで織物業者にて、見習いとして務める。1921年からは、ソラウのプロイセン繊維工学学校に通い、繊維技師となった。その後しばらくは、ラウバンの職場で働いたが、 1924年1月には、渡米を果たす。アメリカでは、ニューヨーク市のマリソンシルク社で、事務員を務めたほか、床割り職人、ペンキや、金属工、皿洗いなど様々な職に就いた。1926年、メアリー・オーロラ・エヴァンスと結婚する。彼女は、アラバマ州出身のアイルランド系アメリカ人で、当時は教師を務めていた。リッターとオーロラは二人の子供。 ニコラウス・ハベランド・リッターとキャサリン・フランシス・リッターを設けた。1936年、ドイツに帰国してアプベアに採用される。彼はハンブルクに移り、1937年には家族を呼び寄せている。しかし、その後まもなくして彼がアプベア勤務になったことを知ったオーロラは離婚を申し出た。1939年、イルムガルド・クリッチングと再婚。 彼女との間にはもう一人の娘カリン・リッターを設けている。なお、オーロラと子供たちはドイツを出国できず、第二次世界大戦中もハンブルクに暮らしていた。オーロラたちは1946年にアメリカへ帰国した。2006年にはキャサリンが母オーロラの電気、オーロラ・アン、アラバマスクール・ティーチャー・イン・ジャーマニー・ストラグルス・ツー、キープ・ハー・チルド・レン・デューリング。 プリングウィズプリングウィズトゥアフターシーディスカバーズハーハズバンドイズエージャーマンスパイを出版した。B-29 爆撃機エのラーゲー号と同期爆撃手トーマスフィアビー。フィアビーの手前にある装置がノルデン爆撃照準記1930年代後半リッターはアップベアの空軍情報主任となる。また、エージェントとしてはランツァウ博士を名乗った。 アップベア部長ビィルヘルム・カナリス・テ督トクはリッターに対し、ニューヨーク在住の大物スパイ、フリッツ・ジュベール・デュケーンへの接触を命じた。リッターとデュケーンは1931年に一度接触しており、再会を果たしたのは1937年12月3日のことである。また、この際に、 エージェントパウルとして活動中のスパイ、ハーマン・ラングとも接触している。ラングは、当時最高機密とされていた、ノルデン爆撃小準機の製造を行っていた、カール・エル・ノルデン社にて、機械工製図工組み立て監督を務めていた。彼を通じて、ノルデン小準機の大きな図面を入手したリッターは、中空にした傘の内側に、これを隠し、千便で、 ドイツ本国へと送り届けた。ドイツではこの図面をもとに照準機の再現を試み、その仕上げと以後の改良のためにラングを届くさせた。彼はドイツにてリッターと接触したほか、ドイツ空軍総司令官、ヘルマン・ゲーリングとも会見している。なお、第二次世界大戦末期の1945年には、ジョージュ・パットン将軍率いる、米第三軍の励化部隊が、チロル地方にて、 ノルデン照準機のコピー生産を行っていた秘密工場を発見している。別のドイツ側スパイ、エベレット、エド・ミンスター・ローダーはスペリージャイロスコープ社の技師でアメリカ陸軍及び海軍に納入される秘密性の高い機材の設計に携わっていた。彼が入手した情報をもとにドイツ空軍では戦闘機や 爆撃機に搭載する先進的な自動操縦装置を設計した。ローダーが入手した重要情報としては、その他に、グレイエル・マーティン製新型爆撃機用無線装置の完全な青写真、ハドソン爆撃機用の測距機や自動操縦装置、旋回停車系配線図といった機密指定の図面、ハドソン爆撃機の機銃配置図などがあった。リッターは、 多数の有能なエージェントを指揮して、アメリカ全土で、諜報活動を展開したが、後に二重スパイとなるウィリアム・ジー・セボルドを雇用するというミスを犯した。1940年2月8日、リッターは、ハリー・ソーヤーの偽名を名乗らせたセボルドをニューヨークに派遣し、ドイツの海外無線局との通信を確立するために、ンパ無線送信局を設置するように命じた。また、 エージェントトランプというコードネームを使い、エージェントダンコとフリッツデュケーンに接触することも命じられていた。セボルドとデュケーンの会合の様子。マジックミラー越しに盗撮された連邦捜査局は、セボルドからの情報提供を受け、ドイツのスパイとしてその名を知られたデュケーンが再びニューヨークで暗躍していることを知り、ジョン・エドガー・フーバー長官は、 フランクリン・ルーズベルト大統領に対して現状に関する背景情報の説明を行った。デュケーンの担当となった FBI のニューカーク捜査官はレイ・マクマナスの偽名を用い、セントラルパーク近くのアパートにあったデュケーン宅の真上に部屋を借り、会話を記録するために盗聴用の隠しマイクを設置した。FBI はタイムズスクエアにて隣接する3つの部屋を借りた。 そのうち一つは、セボルドの事務所で、彼はここでドイツ側スパイから情報を受け取った。これらの情報は FBI による検閲を経た後、セボルドによって単波通信を用いて、ドイツ本国へと送られた。残りの2部屋にはドイツ語話者の捜査官が待機し、ヘッドホンを用いて、事務所の会話を盗聴していたほか、マジックミラーと動画カメラを用いて、会合の様子が撮影されていた。 しかし、デュケーンが初めて事務所を訪れた時、彼は部屋を探し回った上、セボルドにマイクはどこだと尋ねて捜査観覧を驚かせた。その後にようやく安心したデュケーンは、靴下に隠していた文章を取り出した。デュケーンが入手していた情報は、例えば M1 小銃のスケッチ及び写真、新型軽戦車の設計図面、米海軍の魚雷艇の写真、 敵弾発射機の写真、テネシー州ウェストポイントの陸軍施設にて調査した、米軍戦車に関する情報などであった。デュケーンはまた、例えば、ズボンのポケットに穴を開けておき、遅延進管を取り付けた小型爆弾をそこから落とす、といった、以前の戦争で使用されたサボタージュの手法に関する、話題にも触れて、こうした機材が再び必要になるだろうと語ったという。 デュケーンのスパイモーに所属した33人のスパイの顔写真。デュケーンは最上段右端。1941年6月28日、2年間に渡る捜査の末、FBI はデュケーン及び32人のドイツ側スパイを逮捕し、アメリカの兵器及び物流に関する機密情報をドイツへ送っていた容疑で起訴した。1942年1月2日、 真珠湾攻撃によるアメリカの第二次世界大戦参戦からわずか1ヶ月弱の後33人のスパイらには合計して300年以上の懲役刑が課された。歴史家ピーター・ダフィーは2014年にデュケーンのスパイ網を指して現在においてさえアメリカにおける史上最大のスパイ事件だと述べた。あるドイツ側諜報指揮官はこの事件が 在米情法組織における致命傷だったと語った。また、FBI 長官、ジョン・エイドガー・フー,ーバーは、デュケーンのスパイモーの摘発が史上最大の防御用作戦だったと述べている。カナリス提督は逮捕されたスパイらの貢献に関する覚書を1942年に残しており、特に、デュケーンが多数の有用な報告及び物品をドイツへ送っていたこと、それらが いずれも重要情報と分類されていたことに触れている。ウェールズ人民族主義者のアーサー・オーエンズは自ら、経営する会社でバッテリーを製造し、英独双方の海軍に納入していた。一時は、威力に雇用され、1936年には、実際に、ドイツ側の造船所に潜入して、情報収集を図っている。1938年には、アップベアの手配した女性に籠落され、 ドイツ側へと寝返った。オーウェンズはエージェントとしてリッターの指揮下に入り、ジョニー・オブライエンのコードネームが与えられた。しかし、オーウェンズはアップベアへの協力について再考し、1938年9月には、自らがドイツ、側情報機関に協力していることと間もなく、通信機器を受け取ることをイギリス側の担当者に通報した。1939年初頭、 ロンドンビクトリア駅首に持つ預かり所に通信機器が到着し、オーウェンズはこれをイギリス側担当者へと引き渡した。1939年8月11日、オーウェンズはハンブルクにてリッターと接触したが、9月4日にはミゴへの協力を申し出ている。9月12日、ミゴはオーウェンズを二重スパイとして雇用することを決定し、ドイツ側の通信機器を返却するとともに、 スノーというコードネームを与えた。オーウェンズは第20委員会における重要なエージェントの一人とみなされていた。見後はオーウェンズを通じて活動中のイギリス側エージェントに関する虚偽の情報をリッターへと伝え、一方のリッターからはオーウェンズに対しイギリス国内で活動中のエージェントの情報や接触命令が伝えられた。こうして得られた情報をもとに逮捕されたアップベアの エージェントに対し、ミゴでは二重スパイになるか、重殺刑を受け入れるかの選択を迫った。そして何人かのエージェントが二重スパイとなり、軍部隊の行動や暗号解読に関する情報などをイギリス側へと提供した。しかし、オーウェンズはしばしば自らの重要性を大げさに伝えていたため、ミゴからは常に疑いの目が向けられていた。 彼の信頼性を確かめるべく、ミゴは別の二重スパイ、コードネームビスケットこと、サム・マッカーシーを接近させた。マッカーシーはオーウェンズがミゴを裏切っている旨を報告し、これによってミゴはオーウェンズが営利を目的として行動しており、イギリスだけではなくドイツ側もまたすでに彼を信頼してないものと判断した。1941年、リスボンにおけるリターの接触という任務が、 完了した後、ミゴはオーウェンズをダートモール刑務所に投獄し、終戦まで収監させた。なお、リスボンでは、リッターの拘束も計画されていたが、失敗に終わっている。終戦後、オーウェンズはアイルランドに移って、行方をくらまし、1957年に死去した。戦争の過程で、第20委員会に所属する二重スパイは120人ほどまで増員された。 オーウェンズの裏切りが明らかになった後には大部分のエージェントが放棄されたもののアプレア側が表だった対策を講じなかったため方針を転換して偽情報を与えた二重スパイラをドイツへと引き渡すようになった戦後明らかになった資料によればリッターはこれらのエージェントの正体を看破していたものの反響を恐れて事態の天末を上司に報告していなかった 第二次世界大戦前、ハンガリー空軍隊員のラズロ・アルマシー男爵は、北アフリカに暮らし、探検家や、ゼルズラのオアシスの発見者として知られていた。この時期の彼を描いた小説、イングリッシュ・ペーシェントは、後に映画化もされている。1939年、アルマシーは、アフリカでの暮らしを描いた、著書、ウンバコンタ・サハラ、ミッド・フロック・ツオイク・ウント・オト・インでありバシン・ブスタを、 ドイツ国内で出版した。この際、北アフリカ方面でのスパイ網構築を計画していたアプベイアは、リッターを派遣し、ブダペストにてアルマシーに接触させた。リッターは、エルマスリ計画と呼ばれる工作を立案した。この計画では、アルマシーはかねてより、アラブ民族主義の支持者として知られ、イギリスの圧力で失脚した、エジプトのアジズエル・アルマスリ元陸軍参謀長と、 接触し、アラブ人による大英反乱を組織するよう要請することになっていた。カナリス提督は、この計画を承認し、リッターをタオルミーナへ派遣して、北アフリカ偵察司令部を組織するように命じた。アルマシーは、リッター付副官となった。リッター指揮下のゾンダーコマンドの任務は、砂漠戦に関する軍事情報を収集して、エルビン・ロンメル元帥に報告すること、そして、 カイロにて、アルマスリ将軍に接触して、エジプトにおけるスパイ網を構築することだった。作戦に関連した長距離活動を実現するべく、リッターには、パイロット2名、ファイ156連絡機1機、HE111 爆撃機2機が与えられた。また、多言語ア者の通信士4名がアプベアから派遣され、それぞれシチリア、ギリシャ、リビア、カイロに駐在していた。 1941年5月16日、アルマシーはアルマスリに接触するべくエジプトへと飛んだものの一方のアルマスリを乗せた飛行機がエンジントラブルを起こし回路から10マイル離れた地点にて不時着を余儀なくされていたため接触は果たせなかった。6月17日、今度はリッターのみが単独で接触を図ろうと試みたが彼の登場していた飛行機のパイロットは 地面の状況と暗くなりかけていたことを踏まえて着陸を拒否し、さらにその後戦闘に巻き込まれて地中海に墜落した。リッターラは負傷し、浜辺に流れ着くまで9時間にわたって救命いかだで漂流することとなった。ドイツへと帰国した後、いくつかの防空施設で司令官を務めた。1944年末にはハノーファーの防空施設に勤務していた。 1972年、カイコロ録、デックネームドクター・ランサを、ダイ・アウフ・ツー・イク・ヌン・グンでニコロス・リター、オーフィーツやイム・ゲ平面ナクライテン・ディエヌ・主導、出版した。1974年、ドイツ国内で死去した。出展。ありがとうございます。